こんにちは。こんにちは。ミスタートレーズです。トレーズです。ライダースが来やすい季節になってきましたね。怪しい。はい。というわけで、今日も紹介していこうと思うんですけども、はい。前回に引き続き、プレイフォーリリー・エルランドさんなんですけども、はい。今回紹介するアイテム、とりあえずペンダントなんかねえかなっていう人に、とってもおすすめです。おー。はい。まず、価格。これね、大きさ、まず最初に言うと、高さがバチカン入れて、約37ミリ。はい。で、横幅が約18。はい。で、なんと厚さが、4ミリあります。はい、おこの大きさでなんと、12000円。おー、うん。じゃあ、早速アイテムの方、見ていただきましょう。こちらです。グリーンウィッチペンダントの S ですね。おリリエル・ランドソンが出た時に、一番最初に結構押してたペンダントになるんですけど、まあ専用のチェーンというかシリーズに共通するチェーンですね。で、こういったのが出てるんですけど、はい、これ、まずトップの値段が12000円なんですよ。うん、で、チェーンが8000円。そう。で、長さが40センチ、50センチ、60センチまでが8000円。うん、で、70センチ、80センチが12000円。まあ大体ね、60まであればよっぽど大丈夫だから、うん、チェーンとセットで買ってもなんと2万円っていうね、すげえお得なペンダントになってます。プレゼントにおすすめな感じですね。そう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 。それこそね、デザインもね、老若男女いける感じで。にゃん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 。ハラグリちゃん、ボール持ってきた。そんな感じです。なるほど。うん。というわけで早速つけてみます。ここにね、溝があるから、ここ間違えないように、こうやってつけてもらえればいいチェーンです。ここがね、よっぽど開いちゃうと外れちゃうから、ちょっとくって締めといた方が、個人的にはいいかなと思ってます。はい。はい。じゃあちょっと。ここにね、留め具があるんですけど、手前に見せた方がおしゃれかなと思います。うんうん、おしゃれですね。うん、結構ね、これいい大きさだよね。カニ感がないっていうのがね、いいですね。うん、一周クロスだけ留め具がデザイン的な感じで。何言ってるか分かんない。分かるでしょ。で、どれとか。はい。いかがでしょう。おしゃれさんな。おしゃれさんなる。これであなたもおしゃれさん。じゃあ欲しいわ、私も。給料から引いておきます。はい、いかがだったでしょうか。いかがでした。もう一回。はい、いかがだったでしょうか。いかがでした。ちょっと待って。よかったら概要欄の方から通販買えるんでお願いします。お願いします。チャンネル登録とグッドボタンもお願いします。お願いします。はい、それでは、リテールチ、バイバイ。